皆さんこんにちは、中島智美です。今日の動画ではこれ公式 LINE で配信できる画像をタップすると URL 先、リンク先に飛ぶっていうこの画像の作り方、こちらを解説していきたいと思います。はい、じゃあ改めてそれがどういうメッセージなのかっていうのを見ていくと、これが私が実際に公式 LINE の全体配信で皆さんにお送りしたメッセージになるんですけれども、この画像ですね。この画像をタップすると、いきまーす、こっち、はい、リンクでつなげている先のウェブのページにいきなり飛ぶんですよ。これただ写真を貼るだけではもちろんリンク先に飛ばなくって、パソコン側で設定をしないといけないので、このメッセージの作り方っていうのを今日はお伝えしていこうと思います。で、この画像がリッチメッセージというものになりますので、ここからはパソコンの LINE の編集画面、操作画面に入っていって、リッチメッセージの作り方、解説を始めていきます。では、こうやってパソコンの方の LINE の操作画面、編集画面に入っていったら、見ていただきたいのがこちらの左側のメニューバーになります。ここにメッセージアイテムっていうメニューがあって、上から一つ目にリッチメッセージというものがあります。なので、これを今から作っていきますので、まずリッチメッセージをタップ。そうすると、まあ、すでに私作っているものいくつかあるので、過去に投稿したリッチメッセージがここに出てきます。ただ今回は新しいリッチメッセージを作っていきたいので、ここですね、押していただきたいのは、作成というところを押していきます。そうすると、タイトルをまず入れるようになります。このタイトルっていうのは、自分だけが見るものではなくって、お客様に配信をした時に、吹き出しとして、LINE の吹き出しとしてお客様にググって通知をされるものになりますので、これ自分だけが見るものじゃないっていうところだけ覚えておいてください。なので、例えば何かね、集客するときだったら、限定3名様へのメッセージとか、まあ、例えばですよ、こういう風にお客様が、なんだろう、これ見たいって思ってくれるようなメッセージをここには入れるようにしましょう。タイトル、これはお客様にも表示をされる部分になります。さあ、そして次に何をしていくかというと、メッセージ設定というところでテンプレートを選択して背景画像をアップロードしてくださいという風に書いてあります。テンプレートをまず選択するということで、そのお客様にタップをしてほしい画像のサイズであったりとか、あとレイアウトっていうのをここで選んでいきます。私は1枚紙のこういった正方形の1枚だけ画像を貼って、その誘導先に飛ぶっていうのを設定することが多いんですが、例えばじゃあ上のところをタップすると YouTube に飛んで、下の方をタップするとセミナー情報のページに飛ばしたいとか、いくつかリンク先を飛ばしたい方はこういった2個とか3個とかのメッセージの画像を作ることをおすすめします。ただ今日はちょっとオーソドックスに基本ということで、この正方形でいきたいと思います。はい、ということでこの1枚の A というテンプレートを選択しました。お次は画像をアップロードしていきます。要はお客様にこれタップしてねっていう、さっきの私のビジネスコミュニティの告知画像のように、これ見てねっていう画像をここで選択していきます。で、ここで1個多くの方が悩んでしまうことがあるんですけれども、ここで正方形の画像選びましたよね。テンプレート選びましたよね。で、画像をアップロードするときに、じゃあパソコンに入っている正方形の画像を選ぼうとすると、こうやって警告が出ちゃうんですよ。サイズが 1040×1040 の画像をアップロードしてくださいねっていう風に、もう正確にこの1040ピクセルの画像しか、ちょっとね、不便なんですけれども、上げられなくなってしまうので、ここは落ち着いてですね、Google とかで画像サイズ変換、もし1回でアップロードできない方は、画像サイズ変換とかサイズ変更っていう風に検索してもらうと、無料で色々とサイズ変更ができるサイトが出てきますので、これで指定のサイズに変更をしていただければ、何ら問題ありません。まあ、どういう風にやるかっていうと、私はこのペコステップという、サイトを使うことが多いんですが、ここにアップロードしたい画像を、まあ、ドロップかファイル選択をして、アップロードされたらここでサイズ変更をする必要がありますね。
1040×1040 で、今私がアップロードしたかった画像がおそらく完全な正方形じゃなかったようなので、画像の比率を維持しないで 1040×1040 に強制的に合わせます。で、サイズ変更、そうすると 1040×1040 でこういう風に画像が、はい、出来上がりましたので、この画像の上で右クリックして名前をつけて新しい画像を保存。で、私はよくこの画像をデスクトップに保存をしておいて、さっきの LINE の編集画面に戻って新しく画像を選択し直すということをやります。はい、いいですね。これがこの前メディアに掲載された画像になりますので、まあ LINE で配信するときにね、みんなに見てねっていうのでいいかなと思って、この画像をアップロードしてみました。で、ここまでテンプレートで画像のサイズを選んで、画像をアップロードして 1040×1040 の画像を入れました。そしたら次にやってほしいのが、その右側のアクションってところになります。この A という1枚の画像に対してタイプ、何を選択しますかっていうのが選べて、リンクとクーポンが出てきますので、リンクを押して、で、その下の URL を入力と書いてあるところに、飛ばしたい先の URL をここでペーストしてください。コピーしてきたリンクをここに貼るっていう感じですね。で、その下のアクションラベルを入力っていうところは、音声入力などで音が出るものになりますので、まあ、ここも一応入れておきましょう。まあ、そのままの解説を私はよく入れてしまいます。まあ、例にもリンクに移動とかホームページを開くって書いてありますので、例えば今回の場合だったら、インタビュー記事を見てみるとかね、書いて、リンクを入れて、アクションラベルを入れたら、もうこれで完成です。そして、保存。はい。で、ここまでできたら、もうあとは簡単で、パソコンでメッセージ配信をするとき、はい。パソコンでメッセージ配信をするときは、このアイコンのところからリッチメッセージを選択して、リッチメッセージを選択っていう文言を押すと、こういう風に出てきます。ので、それをただ選択するだけ。で、ここね、プレビュー出てきますけれども、こういう風に画像がボーンって入るっていうイメージですね。で、お客様はこの画像をタップすると、リッチメッセージをタップすると、あなたが設定したリンク先に飛んでいくっていう形になります。念のため、スマートフォンでの設定の仕方も解説していってみましょうか。公式 LINE の配信はこのようにスマートフォンのアプリからやる方もね、多いと思いますので、じゃあスマホの方でメッセージ配信をするときに、今作ったリッチメッセージはどういう風に活用するのかっていうと、パソコンからの設定とまあほぼほぼ一緒です。プラス追加っていうところを押してもらうと、ここにリッチメッセージっていうのが出てきますので、これを選択、そしてリッチメッセージを選択っていうところを押すと、はい、パソコンの画面と同じようにここに今まで自分が作ったリッチメッセージがバーって出てくるので、今使いたいものを選択して入れる。で、またプレビュー念のため見てみましょう。プレビューを押すと、お客様に配信するとこういう風に見られるよ。で、ここをタップするとこのページに飛ぶよっていうのが、ここで設定としてやることができました。操作はこれだけなので、一回作ってしまうとすごく簡単に活用できますので、ぜひあなたもやってみてください。ということで、本日は公式 LINE で配信できるリッチメッセージの作り方について解説をさせていただきました。本日の概要欄に他にも公式 LINE の活用方法あれこれのリンクを貼っておりますので、よかったらそちらもご覧ください。リッチメッセージの作り方だったりとか、そういったものを公開しております。それでは今日の動画も面白い役に立ったと思っていただけましたら、ぜひグッド、いいねの評価と、私のこの YouTube チャンネルも登録のほどお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。